区では誰もがいつでも安全にスポーツに親しめる街を目指したさまざまな事業を行っています。今回はその中の一つ、文京スポーツボランティア事業についてご紹介します。一般的に言うボランティアとは、自らの意思で経済的報酬を求めずに様々な社会的活動に関わる人という意味があります。その特徴には、自発性、主体性、無償性、無給性、社会性、連帯性、創造性、先駆性の4つが挙げられ、この特徴を踏まえ、自分の意思でより良い社会づくりのために貢献することがボランティア活動といえます。そしてスポーツにおけるボランティア活動とは、地域社会やスポーツ団体、クラブ、各種スポーツイベントなどにおいて、個人の自由意思に基づいてその技能や時間などを進んで提供し、社会に貢献する活動とされています。また参加の形態によってその内容は様々なものがありますが、その本質はスポーツをする人たちを支える、いわば支えるスポーツとも言えます。今回紹介する文京スポーツボランティアは、主に地域におけるイベントなどを支える一般ボランティアのことを指しています。それではここでスポーツボランティアの皆さんの活動の様子を見てみましょう。この日はスポーツセンターで行われるスポーツ大会に5人のスポーツボランティアの方々が参加しました。会場に集合したスポーツボランティアは、大会の担当職員や区のスポーツ推進委員たちとミーティングを行った後、会場の準備や受付の設営などに取り掛かります。開会に向けて皆さん声を掛け合って一生懸命準備をしています。今日行われるのは、子どもから大人まで参加するドッチビー大会。300人を超えるたくさんの方たちが参加します。ボランティアは受付作業のお手伝いもします。おはようございます。もともとそのスポーツとは関わりがあったんですか？いや、それほどなかったんですけども、もう引退、定年退職ですから、少しスポーツに関わりたいなと思って参加しました。実際関わってみていかがですか？みんな子どもたちがすごく元気でパワーをいっぱいもらうような感じがしますね。もう家族の方も皆さんいらっしゃってね、週末を楽しく過ごしているので、これからも元気に家族で楽しスポーツをして楽しんでいってほしいなと思います。参加者の受付も終わり、大会の開会式が始まりました。式の様子を見守るスポーツボランティアと思いきや、働いている方もいました。マスコットキャラクターのユリート君を会場まで誘導しています。こんなお仕事もあるんですね。もともとスポーツには関わりがあったんでしょうか？はい、小学校からずっとバスケットやってたので、なんかスポーツに関することやりたいなと思ってました。どんな思いでこのボランティアをされているんでしょうか？自分がやってみせるのではなくて、誰かを見せられる場を作れたらなと思います。開会式も終わり、競技がスタートしました。スポーツボランティアのお仕事もここからが本番です。スムーズな競技進行のためには、選手の招集や誘導が重要になります。
ここでもスポーツボランティアが活躍していますね。その今ね、まず竹早さんが東京マラソンとかにもボランティアで参加することがあって、応援するというか、応援されて楽しいという気持ちも分かるんですけれど、応援すると、みんなが笑顔になってくれるので楽しいなということで、ボランティア参加しています。時間的にも体力的にも自分と相談してできることを手伝っていきたいとは思っております。こちらの方もスポーツ推進員の方と一緒に積極的に動いていますね。外側通っていってください。外側、コートの外側でお願いします。東京オリンピックもありますし、昔若い時はスポーツやっておりましたので、スポーツボランティアってどんなことをやってるのかしらと思って今回初めて参加させていただいて、お勉強させていただいております。私みたいにもう仕事しておりませんと、うちにおりますので、体を動かしたり、あと若い人、いろんな方とこう接する機会が、やはりこういう機会に外に出てというふうに、他のこともいろいろやっておりますけれども、なんかボランティアを通じてまたスポーツのことで何かこうできればなと思って。練習場にはたくさんの参加者、子どもたちも集まっています。ここでの安全管理も大切な仕事です。そもそもこのスポーツボランティアを始められたきっかけは何だったんでしょうか？まだ入ったばっかりなんですけど、若い時にスポーツをやっていたのに、何でしょう、今全然何もやっていなくて、なんか探していた時に、ボランティアのお知らせを見てちょっとやってみようかな。現役の時もそのやってる人はもちろんですけど、すごい周りの人にすごい支えられてるなっていうのを感じていたので、ちょっと今回こういう裏方をやってみてすごい勉強になります。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてこう支えるスポーツと言われていますけれども、どのように関わっていきたいでしょうか？そうですね、せっかく地元というか東京でやりますので、何らかの形で応援する方でも、このようにこうボランティアをしていく面でも何か少しでも、関わっていければと思います。この日の大会はスポーツボランティアを含めたスタッフの働きにより盛況のうちに終了しました。区では2020年東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げるため支えるスポーツとして昨年の4月から文教スポーツボランティア事業を始めました。すでに120名以上の方が活動しています。昨年は女子サッカーワールドカップのパブリックビューイングや東京オリンピック・パラリンピックのキックオフイベント、読売巨人軍との共同事業スペシャルイベントに協力していただきました。そしていよいよ今年の夏、リオデジャネイロでオリンピック・パラリンピックが開催されます。区はこれを盛り上げるためスポーツボランティアの皆さんに協力していただきます。またスポーツボランティアの皆さんがスキルアップするための養成講座も開きます。ぜひこの機会にスポーツボランティアに登録していただき、スポーツを身近に楽しみながら私たちと一緒に地域のスポーツ活動を支えてください。スポーツボランティアは専門の知識や経験がなくても大丈夫。スポーツが大好きな皆さんの参加をお待ちしています。